全然ね、もう全然なかったから、うん、そうそう、東京とか京都に住んでた時よくわからないんだよね。それまあ辛そうならわかるけど、やっぱね、よくわからないですよ。はい、おはようございます。10時の鐘が鳴りました。坊主カフェのお時間です。はい、この時間坊主カフェと申しまして、仏教や、お寺、沖縄のしきたり習慣などなどについてですね、お坊さん坊主がお話をさせていただく1時間の番組となっております。はい、そしてですね、今お話をさせていただいております、おりますのが、宜野湾市普天間、1丁目27の11にあります、東寺真言宗のお寺神宮寺の住職を務めさせていただいております金城良慶と言います。はい、そして、はい、 FM 宜野湾スタッフの今西恵です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。あのね、先週ね、はい、多分私初の収録だったんで、収録放送でしたね。だからなんかすごい久しぶりなさっきこう機械を触りながら、このねパソコンとか設定しながら、ちょっと一瞬なんかあれどこだっけあのそう一瞬来ましたからね。一瞬ね、なんか変な感じですねでもなんか先週もほら一応収録で、そうそう、放送来てはあったから、はい、そう、スタジオには来てるけど機械触ってないから、確かになんか変な感じですね、まあ、そういうのもまた一つ、経験ということで、はいはい、でそうそうね、あの先週、うん、あのね、仕事だったからね、収録だったんですけど、はい、ちょっと仕事の合間に聞こうと思ってたのに、あ、やっぱりもうその日になったらめちゃめちゃ忙しくて、あ、気がついたらもう、はい、あの外に出ててとか、もうもうね、あの本当に法事が始まる数分前とかで、こんな時にもうラジオのんびり聞いてる暇はないと思って悔しいと思いながら、そう、聞けなかったんですよなかなかね、聞く機会ないですよね。そうそう、なんかね、自分の声を、ね、リアルタイムで聞きたかったのに残念でしたが、はい、まあね、そんな感じでちょっと先週はね、あの収録ということで、皆さんにお届けさせていただきましたが、はい、ね、今週は、帰ってきましたので、しっかりと生放送で1時間皆様に、お話、いろいろな情報をお伝えしたいと思っております。はい、そしてですね、こちらの番組では、皆様からのご意見、感想、コメント、質問などなど、お待ちをしております。はい、このですね、意見を、書いていただくのは、こうFM 宜野湾のホームページから書くこともできます。コメントという欄がね、ホームページにございますので、そちらにですね、こうコメント書いていただきましたら、あの私やメグが読ませていただきます。またメールでも皆様からの意見質問など募集をしております。メールのアドレスが797@fmginowan.com となっております。なくなですね、797@fmginowan.com です。そしてですね、こちらの番組、このね、普通にラジオで聞くこともできますし、このですね、インターネットの、ね、サイマル放送というもので、このリッスンラジオから、この FM 宜野湾をこう選んでいただいて、ね、このネットでも、聞くことができます。またですね、ユーストリームでも配信をしております。はい、そしてですね、なんと後日になれば、YouTube でも、こうね、過去の放送ということでお聞きになることもできますので、ぜひ皆様いろいろな形で、お楽しみをください。はい、ではですね、もう今週ちょうど、今日ですね、今日4月の10日ですけど、はい、宜野湾市ね、ここ FM 宜野湾ね、宜野湾市内にありますけど、はい、この宜野湾市の小学校が今日入学式、今日ですね、はい、ということでね、はい、もうみんな、ね、1年生
で、まあね、それぞれね、進級して、ね、2年生、3年生で、ね、やりますけれど、まあ、入学式ということでね、はい、もうみんな各、子供たちも、ね、うん、それよりきっとね、親もね、うちね、去年あの入、あの下の子が、はい、あのね、1年生で入学式でしたけど、やっぱりね、なんか親も緊張します。親の方がそわそわしちゃいますよ ね, ね, まあね、まずうちの子ちゃんとね、座ってるかねとか、なんで後ろ向いてるとかね、そこからね、もうなんかいろいろちょっとランドセルがでかいとかね。そうですよね。朝見ました、投稿してる1年生、ランドセルが背丈の半分ぐらいあって、ね、大丈夫かな、ランドセルが歩いてるみたいな、ね、そう、ランドセルが歩いてるみたいな。あれ可愛いですね。可愛いですね。ね、まあ、そんな感じで、ね、今日は、入学式ということでですね、先週もでしたけど、ちょっと今週も入学式の歌を、お届けしたいと思います。まずは1曲目ですね。やっぱり、入学式といえばこの曲でしょうということで選んでみました。童謡で1年生になったらです。これは多分もうあれだよね、世代関係なく、うん、みんなですよね、大体知ってるよね、うん、お坊さんのつぶやき。はい、続いてお坊さんのつぶやきですが、まあ、今日は4月の10日、ということですが、はい、おととい、4月の8日ですね、日曜日、ね、サタン日曜日ですけれど、はい、この日は、この仏教のこの開祖ですけどね、お釈迦様の、はい、なんとバースデー、お誕生日と誕生日だったんです、はい、ということでですね、はいはい、まあ、もう大体もう毎年、ね、この4月のこの時期はどこのお寺さんも、うんうん、このお釈迦様の、まあ、誕生日ということで、はい、ね、花祭りと花祭りっていうんですね、あと、まあ、はい、まあ、もう少し難しい、あの法要の、でいうとこの乾物絵というんですけれど、うん、なんか乾はね、なんか乾害様子の乾みたいな、はい、今仏の、はい、まあ、会と書いて乾物絵とかね、言ったりしますが、まあ、大体一般的には花祭りというふうに読んでおりまして、はい、もうね、この時期みんなお寺さんで、ね、パタパタ忙しいというかね、この法要に向けて、はい、法要するということで、ね、忙しいんですが、うん、まあ、あの沖縄県もですね、お寺さんありますし、もちろんあの神宮寺でも、はい、ありましたが、まあ、神宮寺はですね、あの少し前の、5日の木曜日にもね、あの、まあ、先に済ませたというか、はい、行って、であの8日はこの沖縄県仏教会というのがあって、うん、そこでね、この花祭りというのをしてきたんですよ、うんうん、ただね、実はね、今日その話ではなくって、はい、まあ、そんなね、お釈迦様が生まれた日だったんですけど、はい、あのね、実は先週ちょっとですね、不幸が続いて、はい、うん、ね、そう、先週親戚の一人おばさんが亡くなって、はい、それで、まあ、ね、もちろんそれもびっくりだったんですけど、うん、その花祭り
のね本当に日4月の8日の日に、はい、花祭り、まあ、その終わって、まあ、終わってというかその、あの式の最中ですね、なんか同級生から電話が来て、はい、うん、どうしたって聞いたら、うん、いや同級生が亡くなったよ、でね、まあ、そうそうね、まあ、私まだ42ですから、はい、びっくりして、でどういうことみたいな、なったんですけど、まあ、本人もね電話してきた方もまだよくわからんと、ただまあ亡くなって、しかももう亡くなったのは少し前で、はい、その日あの8日の日にお葬式があると、でとかね、今ね、そうそう、さっきまでそのお釈迦様の誕生日を祝ってね勤めして、はい、でね、このいらっしゃってる皆さんとね、それで誕生日のなんかこうねお話などをして、ね、こうね、生まれたよね、誕生したよねみたいなそんなね話をしてた、そのもう本当に真っ只中にいる時に、はい、そうそう、ね、この現実に戻されたというかね、友達が亡くなったと言って、なんかこの生き死にを本当になんかめっちゃ一瞬でこう感じたというか ね、 その日に、そう、それでね、もう急いで、はい、ね、この法要終わって、ね、お寺帰ってきて、うん、で、まあ、急いでまた準備して、はい、ちょっとねお焼香に行ってきたんですけど、はい、やっぱりね、まあ、急だったというか、結構ね、もうね、やっぱ若いから、うん、でね、まだ急だったし、はい、いろんなのがあって、もうなんかこじんまりとしてたんですけど、それでもね同級生何人も来てたり、まあ知ってる人が何人かね、はい、来てて、みんなでお焼香をして、はい、それでまあみんなでね、本当にもうみんな、なんでなんでみたいな、よくわからないとかね、はい、まあ、仲間病気だったよとか、結構長く闘病してたとか、そうそう、みんなね少しいろん少しずつ情報を持っていて、それで、あ、そうなんだとか、みんなで、ね、こう情報をシェアしたというかね、で、まあ、でもちろん本当もう中高の同級生なんですけど、はい、やっぱりもうほとんど卒業して1回ぐらいしか会ったことなくて、やったし、部活が一緒だったの、私、はい、そうそう、私吹奏楽部で、あ、そうそう、中学校の時は、はい、しかも一応部長さんだったので、はい、なんかね、こう部員のね一応面倒を見てて、まあ、多分見てもらってたかもしれないんですけど、まあ一応見てて、うん、ね、その部員さんなので、なんかじゃあ一応部長としてのなんか責任感もなんか久しぶりに芽生え、うん、これはいかんだけと思って、ね、結構急いで行ってね、そしたら部員のね人も何人か来てたから、はい、そこも久しぶりに会って、なんかそこでプチ吹奏楽部の同窓会みたいになったりして、ね、なんかそういう意味ではね、やっぱりこう亡くなって、ね、もちろん辛いし、みんな悲しいし、ね、まあ、いろんな思いありますけど、ただなんかそこでなんかじゃあ本当これを機会にこの吹奏楽部でみんなで集まってみないかと、だから結構学校の、ね、同窓会とか、はい、クラス会であっても、はい、あまりこの部活のなんかね、そうってないじゃないですか。そうそう。で、ね、特に何だろう、なんか私のこの、その吹奏楽部が所属してたところはすごく仲良くて、上の先輩とか、自分たちの代も、はい、自分たちの代は代で結構ね、みんな連絡取ったりとか、そう、下の子下も、はい、結構なんか何連絡先知ってたりとか、こう Facebook とか。こう何かで、ね、つながってたりとかあるから、はいはい、これ思ったよりも声かければ、うん、集まれるし、うん、で多分ね、本気でそういったやったことないから、うん、こう何集まるかどうかわからないけど、本気でやれば結構みんな探し当てて、はい、見つかるんじゃないかと、そうですね、はい、まあ、もちろん来る、ね、来れる来れないはね、うん、あったとしても、とりあえず一回そういうのをやって、なんかね、猫って亡くなった、ね、部員もいるし、うん、ちょっとね、その人を偲ぶっていう意味でも、はい、なんか集まることもまた一つこの供養なんじゃないのと、ね、いうふうに一人ね、同級生の子が言ってて、うん、まあ、確かに、うん、そしてなんかね、全然こう、まあ、疎遠だったといえ、この卒業してから、うん、でもね、こうやって亡くなったって聞いて集まって、ね、うん、お線香をあげて、でそれだけじゃなくて、うん、じゃあなんかその人のためにもまた吹奏楽部で集まって、うん、ね、みんなで、ね、その頃の話したりとかね、
ね、あのね、ね、最後どうだったとか今回ね、うんうん、少しあの聞いた話を皆さんにね、はい、すれば、ね、それも一つの供養になるんじゃないかねということで、うん、じゃあ ね、 ね、集まろうかと、はい、って言うとやっぱりなんか私ね、一応元部長なので、じゃあ金城さんみたいな、はい、じゃあ、はい、じゃあね、自分の学年はね、まあ、どうにかあの探すと、うん、あの幹事やるから、ね、他の学年はその学年でこう誰か幹事を立ててもらってね、じゃあやろうかと言って、まあでも本当にもうみんな急にあの本当新聞の志望ここ見てきたとか、あの連絡もらって、そうそう、私もだから本当にあの一つ下の後輩があのすごくあの近くに住んでるん で、 で彼には電話して、こんなこんなで亡くなったから今から本当にもう始まる1時間ぐらい前ですかね、電話してもこの後だけど、まあ一応お葬式あるんよと、まああのね、急だからあれだけど、まあせめてなんかね、その心の中で手合わせてとかそういう風に言ったら、で、やあのまあ間に合えば行きますよって言って、本当にね、彼もギリギリなんですけどね、聞いてお線香あげて、よかったね、よう間に合ったねみたいな、うん、そう、そんな話もしたりしてね、でもね、やっぱみんなそうやってこう集まれるのがね、うん、なんかもうね、本当になんかね、なんて言うんですかね、うちなんかね、普段ほら一応お坊さん、一応じゃないですね、お坊さんなので、はい、ね、こう人の生き死にをね、あのたこうたか携わる、ね、場面に、ね、まあ、機会が多いですよね。いつも思うのは、はい、やっぱりなんだろう、人の死ぬ、ね、死、人生の死っていうのは、うん、あの そのままやっぱり生きることにつながるんじゃないかなと、うん、例えば ね、 あのね、目の前に亡くなった人がいて、うんうん、じゃあ自分はどうやって生きようとか、うんうん、あ、やっぱりね、誰もが亡くなるわけじゃないですか、はい、で今のところまだ不老不死は完成されてないから ね、はい、いつかはみんな亡くなる、自分もね、いつかはそっちに行くわけじゃないですか、うん、じゃあその日まで、自分は何がしたいだろうとか、うん、何ができるだろうとか、うん、ね、あのそういうことをね、こう死をきっかけにあの生をこう見つめ直すというか、うんうん、考えるきっかけになりますね。そうそう、でそれって私なんかも本当にもう下手すれば毎日のように、はい、ね、そういったあの場面にあの携わるわけですよ、うん、そうすると自分でもこう法話で、はい、ね、あのこうね、そういったお話をしているわけですけど、うん、でもやっぱりこの同級生が目の前で亡くなった、うん、そのお葬式にあの行ってね、うん、本当にもうね、というとやっぱりもうこの法話以上のなんていうのもガツンと来て、だから皆さんなんていうんですかね、こう知ってること、いや人は死ぬんだよってね、知ってるわけじゃないですか、うんうんうん、ね、あの同級生ね、それがね若い、ね、もうだいぶね、もうご長寿、はい、それはもういろんなね場面は、ね、その差はあっても、うんうん、皆さん亡くなるっていうことにはもちろん変わりはない、うん、で、いうのは分かってるつもりだったんですけど、うん、まあ、やっぱりつもりだったのかなと、本当にそれ、ね、同級生の葬式行って、はい、で本人のこの家をねとか遺骨、あの骨壺を、ね、目の前で見てとか、ね、その向こうのご遺族のあのお話を聞いてとか、でまたこのね、証拠を終わってみんなでちょっとね、このゆんたくしてる時に思い出話とかこうね、みんなで、ね、話をしてるのとか、うん、その雰囲気とかを見ると、あ、なんていうの、もう本当知ったつもりでいたなって、うんうん、ね、もちろんね、何いや それじゃいけないし、はい、うん、で自分本当に仕事でそうやって話をするし、うん、ね、あの自分でも本当に、ね、もうそういうのをこの皆さん考えましょう、あの死っていうのは何ですかとか、うんうんうん、じゃあそこから皆さん何をあのこの受け継いでいきますかとか、うんうん、っていうのはね、こうもうドヤ顔でお坊さんとしてね、こうね、もうこう知った風な感じでちょっと言ってたなと思って、うん、すごいちょっとまた違う意味で一人でプチ反省してああだだだだだ、ね、近しい人がね、そうそう、そうですよ、全然感じ方も違いますね、そうね、そう、やっぱりね、またね、本当にね、まだ40代若い、うんうん、しかも本当にね、中学校の頃、はい、毎日一緒に部活でね、
お互いにこうね切磋琢磨してやってたね、まあ、仲間なわけじゃないですか、ね、そういう人が亡くなるっていうのはねまたこうね違うショックというか、ね、大きいじゃないですか。そっかーってね、本当になんかこうな、まあ、こうね、なんていうのも本当にこう知ってるっていうことと、はい、この分かる、ね、うん、っていうことはなんか違うなと、その言葉の意味が、ね、本当知ってるのはなんか、まあ、ちょっと上辺だけっていうイメージ、はい、で分かるっていうのはもう本当にこうね本質まで掘り下げてたりとか、うんうんうん、あのその言葉の本当もう裏の裏まで、うん、この何もう全て理解しているっていう意味で、はい、今回だからちょっとこう自分は死について知ってはいたけどちょっと分かってなかった部分あったなとかね、うん、そのなんかか帰りね運転しながらねなんかいろんなことをこう考えて、うん、でこの友達のが亡くなったっていう こうことも考え、はい、プラスお坊さんとしてね考えとかね、うん、そうなんかいろんなこと、いろんな気づきがそうありましたね。うん、まあ本当その中でね、まあ、まあ嬉しかったというか良かったのはね、うん、そうやって久しぶりにこのねこの同級生会ったり、はい、本当に卒業以来会った人とか、うんうん、いろんな人いてね、はい、それでまたそうでこう久しぶりの縁がこう復活したりとかね、うん、でじゃあその今度じゃあ部活のその OB 会 OG 会をやろうとかね、そういうのがね、なんだろう、まあね、ね、まあ、その彼ね、あの向こうはね亡くなってしまったけど、うん、まあ、そのそこからのこのご縁が、ね、うん、こうつながっていけばね、はい、こうよく言うんですよ私、まあ、法人でもね、あの死は終わりではないんですよ、うん、ね、それはもうこの見た目ね、お体はもう仮う装してお骨になりましたとか、うん、もう実際にはねもう直接話すこともできないし、うん、何か直接やり取りもこの物理的なもう、ね、見た目のものはもう確かに終わったかもしれないけど、うん、ね、あのこう絆だったりその人とのこのつながりは、ね、続いてるわけじゃないですか、はい、で例えばねあの自分の、ね、祖母も亡くなりましたけど、でおばあちゃんが亡くなったからって、うん、おばあちゃんと縁が切れてるわけじゃないんじゃないですか、うん、で今でもね思い出が、ね、ちゃんと自分の中にあったりとか、はい、なんかおばあちゃんの形見とかがあれば ね、うん、それが、ね、私が例えば手に持ってもねそこでつながってるわけだし、うんうん、でそういうつながりとか縁っていうのはこう、ね、自分が元気なうちはいつまでも続くわけですから、うん、そういうふうに考えてねこうなんですよっていつも言ってるわけですよ、はい、だからそれがね今回そうやってねこの部活の OB 会 OG 会になれば、ね、その方も確かに亡くなってね、でそこであの見た目は止まったかもしれんけど、うん、でその会を開かれればちゃんと、ね、その方がつながって今もそこに、ね、生きているというか、うん、っていうふうにこう考えられるんじゃないかなと、うん、ということでね、そういうあのこうちょっと今回、ね、同級生のお葬式でいろいろあったんですが、まあまあ良くも悪くも悪くもじゃない失礼かな、なんかすごい考えさせられて、うんうん、はい、あの、はい、まあ、一つ貴重な経験体験をしていきたいなと思うんですね、うん、であとねやっぱりあれですね、あの自分 の、 このお仕事として見て、私がほら普段私お葬式行ったら私があの同志をするじゃないですか、はい、私が同志をしない、はい、他のお坊さんのお葬式をまた思っても、まあ、そう新鮮ですねこんな風にこうお坊さん他のお坊さんやるんだとか思うんですよ。へえ、こんな風にこう遺族さんに話するんだとか、うん、そんなとこも勉強になるんですね。はい、仕事目線で、ね、いろいろちょっと同業者だから気になっちゃいます多分ね向こうの、 あの同志してたお坊さんびっくりしたと思いますよ一般商工の中にね一人だけ喪服じゃないなんか黒っぽいけどなんだあの子はみたいなねでもなんかね私はそんな知り合いの人ではなんか顔は見たことあるんで、うん、あそこのお寺さんだと思うんですけど直接のあれではないのでだから一応 遠目で会釈ぐらいしといてあどうもぐらいの一応やっといたんですけどねそういうのもね面白かった面白いいい経験でした、はい、ということでね、ちょっと今日はね、まあ、そのお釈迦様の誕生日からこう同級生のお葬式と
というふうなね、ことがありましたということで少しお話をさせていただきました。ではですね、続いて CM1 本挟みたいと思います。今知りたいウチナーの崇高。はい、続いてウチナー崇高のコーナーですが、まあね、今4月沖縄はもうシーミーシーズン、突入したわけですね。ですね、先週この去った、ね、日曜日、ね、このよくも沖縄あるあるですけど、はい、この時期高速道路乗るとね、はい、週末はシーミーでヤンバルが混みますっていう電光掲示板出てきます。あれ見るとちょっとあシミ来たなっていうなんか感じ。ね、だから11月の終わり頃、12月になるとなんかこう赤い色が目立つようになると、うん、あクリスマスシーズンみたいな感じで、私ね、この高速道路のねシミで渋滞します、混雑しますって電光掲示見るとね、あ来た来たみたいななりますけどね。はい、それでちょっとね今週今日ねご紹介したいのは、これは4月の7日ですねの、はい、沖縄タイムスの新聞の記事にあったんですけれど、はい、首里の、玉うどん、玉うどんご存知？玉うどん分からない。分からないです。首里城あるじゃないですか。はい、首里城のがあって首里の門という門があって、はい、こう首里城から首里の門を出て、はい、それもまっすぐ、うんうん、もうねまっすぐ行って左側に首里の門からどれぐらいですかね、500メートルぐらいですかね、はい、行くと左手にこの玉うどんっていうのがあるんですよ。これ何かっていうと、はい、お墓です。お墓、お墓、はい、でこれは要は王様、首里城の、はい、首里城の王様のお墓、はい、ですね。で首里の王様は庄さんっていうんですよ、うん、この名をとかですかね、庄、はい、ね、庄さん、はい、で、この要は庄家のお墓になるんですが、はい、このお墓、で今回シーミーが行われたと、はい、で言うとまあまあね、この王家のお墓でシーミーがあった、はい、まあまあへーなんですけど、はい、なんと今回大きく記事になってるのは、はい、今まではこの庄家は、はい、今東京にも住んでいて、はい、沖縄にはいらっしゃらない、はあ、うん、ですよ。でそれがなのでずっとこの本家さんではなくて、この文家、うんうんうん、文家の方、この要はこのね、その庄家、王家の本家ではなくて文家筋の人たちがやっていたんだけど、今回東京の本家がやりますということで、はい、まあその帰ってきて、でもうこのお供え物もこの飾りとか、あとこの何この信仰もこの古い文献とか古文書とかをちゃんとこの勉強して、もうそれ通りに再現したと。すごいですね、いうことで、そうそう、それで大きく記事になってたんですよ。で、ね、私それもね、こう確かね去年ぐらいの、新聞にもなんかそういったことでこの来年は2018年は、うん、本家がシーミーをやりますみたいな記事は見てたんですけど、それであそういえばあったなと思って、でさらにびっくりしたのが、はい、私の友達が、はい、実は王家の子孫で、はい、で、ね、でここが、はい、友達がそのこの玉うどんのシーミーを毎年取り仕切ってたお家だった。すごいですね。そうそう、だからえっとか最初知り合った時、うん、
でもちろん最初ね王族なんて知らないですから、うん、で後から聞いたら、あ、うちそうそうシーミーは玉うどんって言われて、なんでって言ったら、いや実はこんなこんなで王様の末裔へーとか思ってて、そしたら今回はその新聞のちゃんとあの写ってるんですよ写真が。しかもめっちゃもうこの本家の本家がね、なんて守さんって言うんですけど、はい、もう守さんのすぐ隣、はあ、座っててすごい、ね、こんなもう絶好のポジションやるじゃんみたいな。知り合いが言ってた。そうそうそう、テンション上がりますよね、もうすぐねあのメッセージ書いて、うん、男も写ってたじゃないですか。ちょっと茶化しつつね。本当にねこれ今回 ね、 あのね新聞とかいろいろニュースで見たんですけど、ね、もう40年ぐらいこのずっともう本家は、こう沖縄のこのシーミーはできずに、あ、40年ぐらい来てなかったんですか。そうそうそう、なんかの記念なんですか今年は。いやではないみたいですけど、やっぱりなんかずっとこ の、 あの本家 の、 あの方曰く、はい、やっぱりねあの本家が、まあまあ、自分のご先祖様じゃないですか、いや自分がやらないでどうするんだっていうこのあれがあったみたいなんですよ、気持ちが。それでやっぱりやりたいけどなかなかあのまあなんかねいろいろ諸事情でできず、でしかもほらやっぱりね王様なのでやりゃいいってわけじゃないわけですよ、簡単にできるもんじゃなさそうだし、下手にやるとなんかチャチーとか絶対言われるわけですよ。はいはい、私もお寺によく分かるんですけど、うん、でなんかとりあえずみたいなのはそれはお寺さんのなんか格がとかなんか お坊さんの質悪いみたいな。やるからにはねやっぱりちゃんとしたいいもの、ね、であとやっぱりねこういうものだとやっぱりこの伝統的な、ね、うんうん、あの決まりがあるわけですよね、うん、まあ、そういうのはやっぱもう抜かさずあのね、やらんといけんから、勉強してからやらないと。そうですよ、うん、しかもねもうこうやって写真載ってますから。あのね、だから今もう便利な世の中すぎてね、もうちょっとでも下手なことすればもうすぐに SNS でふわーんってぐらい、勉強の方ありますからね。、はい、だからもうしっかりとねしたものをねこうされていた、ようなんですけどね、ほんとそこでねもうほんとこの、この本家の方もほとんど念願のもので、うん、で本当にこの去年からかな沖縄県とか、はい、この、あ、ね、那覇市とかに、はい、いろいろと相談をして、うん、あの、うん、やっぱりこのもちろんまあ言ったらまあねこの小山地のシーミーじゃないですか、お家のシーミーだけど、はい、はい、ね、まあ王家だし、あと今この玉うどん今の世界遺産にも登録されているので、ね、やっぱりあのね変な、ね、勝手に使うわけにもいかないというか、うん、ね、そういうのもあるからやっぱもういろんなね手続きとか。やっぱりいろんなこの方面 の、ね、うん、この出回しというかやっぱ大変 ね、 ね、やりますよぐらいでね、でほらうちみたいなだからね、普通にじゃあ自分家で、ね、シーミーですから、はい、墓行ってね手をすればいいさ、うん、みたいなっていうけど、ね、本当にこういうところだとねもうそうそう多分もう関係者だけでもね、うん、多分順番もありますよ、あそっか、そうそう、あそこなんであそこから先に行ってのうちの方が筋で言えば上なのにみたいな。絶対大変だ、うん、あります、めっちゃ大変ですね、そうそう、大変、まあ大変なんですよ。だからね、うん、もうそういうのも含めるといいんじゃんみたいなのもなるんでしょ。、ね、あとまずそもそもほら東京にいるし、うん、なかなかねこっちに帰ってくる、そう、ね、なかなか帰ってきてもねまたいろんな、ね、他にもやらないといけないこといっぱいあるでしょうからね、うん、その中でシーミーやるったらもう本当ね大掛かりな、ね、いろんなもうね手続き等があるでしょうからね、うん、はい、でちなみにですね、そうそう、まあ、この玉うどんね、まあ、あんまりね、あのどんな、ね、あれ、よく知らないということでしたけど、うん、ちなみにあの、この首里の王様は、はい、あの実はあの二系統あるんですよ。二系統、うん、もともとこの沖縄を、うん、あの昔三山といって三つに分かれてたんですけど、はい、それをあのこの統一した人がいて、はいはい、それが、なんだっけ、昭和氏っていう王様、はい、はい、で、がこの築いてでこの大琉球王国一つにしたんですけど、うん、でそれからその後にあのクーデターが起きて、うん、あのこの昭和氏の一族は、はい、あの滅ぼされるんですよ、はい、それでクーデターはその部下が、はい、あのその首里の役人の一人がクーデターを起こして、うん、あの王様を倒して、うん、新しくあの王
なんていうの、王家を開くんですけど、うんうん、ここで面白いのは、はい、名前を自分の名前を変えて、うん、前の王様の名字を名乗るんですよ、うん、だからどっちも翔さんなんです。あ、どっちも翔さんなんです。そうそう、でも全然血つながってない。そういうことなんですね。そうそう、そういうちょっと面白いって言うんですかね、歴史の、あの面白いところですね。なのでこの第一尚氏、はい、第二尚氏って言って、はい、第一と第二があるんですけど、はい、どういう関係、身内とか全然そうで、この玉うどんはこの第二尚氏、はい、あのね、荘園王というね、この、金丸という人がいたんですけど、はい、この人から始まる、このなんていうのお墓、うん、でこの第二尚氏の、昇進王という王様がいたんですけど、この時代が一番この沖縄が、はい、あの力があったというか、もうね、海外貿易にしても国内 の, あのいろんな政治にしても、うん、すごく充実して、うん、この沖縄 の, この一大発展した黄金時代と言われるんですけど、はい、その時のこの王様が昇進王といって、でこの昇進王が、この大きな統一した荘園王の、はい、まあ、子供さんなんですね。で、まあ、そのお父さんや、まあ、そのもっと上 の, このご先祖様のためにって言って建てられたお墓がこの玉浦、はい、すごい立派ですよ。もし真っすぐ行って左側左って言ったですかね、はい、もう本当にもうお墓も どれぐらいですかね、この石でね、もちろんできてるんですけど、高さも結構もう4メートル5メートルぐらい、幅は結構ありますよ、多分ね、20メートルぐらいある。もうすごい大きな、もう大きすぎてお墓と思ってないかもしれないですね。あ、かもしれないですね、はいはい、でもちろん中はね入れないんですけど、すぐ隣にあの資料館があって、あの内部はこうなってますみたいな、この図が、はい、解説図があったり、はい、あと一部お墓の中を再現した、はい、あのこのイミテーションの、はい、ところもあったりしてね、あの、まあ、もちろん、はい、な墓の中はこうそこから見ることができたりとかするので、あの、もし機会があったら行ってみてください。たまに、はい、いいところというかね、いろいろお勉強になりますので、ぜひぜひ行ってみてください。で、ここでね、いわゆるね、今回その昇家の市民があったということですからね、はい、ぜひね、ね、皆さんいろいろ、ちなみにその時もちょっと話しましたけどね、私の友達ね、ね、ここの、ね、ずっとこう管理をし、管理なんていうの、市民のね、はい、担当してたということで、昔、その友達、本当にこのお家の、分家の長男の長男、長男の長男、そう、長男の長男、分かりやすいですかね。なので、もういわゆるもう本家本筋、はいはい、分家なんですけど、はい、でもうそのど真ん中にいて、うんうん、でこのまた子供、男の子が生まれた時に、この玉うどんでなんかね、もう長男の長男の長男生まれたみたいな感じで、なんかかなり大変な、ライオンキングのようななんかね、子供持ち上げてなんかドヤみたいな、すごい、男の子生まれたよってことですね。ほらね、まあ普通のお家でもね、男の子男の子って言われるじゃない、言われるからね、まだ沖縄は。だからやっぱそれがね、こうね、王様と、王様の血筋の、そうそう、男の子だなると、もうだってね、世が世なら、ね、王様になってるかもしれない、かもしれない、そうそう、だからって、でうちの子供、息子とこの同級生、あの同い年で保育園が、保育園友達だったんですよ。だからもしかしたらうちの保育園からね、世が世なら王様でって、王様が出てたかもしれない、そうそう、まあ、あれでうちらみんなその王様の前にひざまずきさせられてた。本当だ、ね、で冗談で言うぐらいの友達なんですけどね、そうそう、そんなこうね、こう玉うどんでライオンキングやってたっていう、すごいですね、ね、面白いですよ ね、 ね、ぜひぜひね、皆さんね、この4月、7日の、新聞の記事にもありますんで、ね、はい、あの写真も載っておりますから、雰囲気もね、あのだいぶ分かると思いますね、こっちも見てもなんかこのお供え物もありすぎて、何が何やらっていう、すごい盛り盛りな感じになって、ね、あ、すごいですね、見ても分からないものもたくさんありますね、豪華ですね、はい、ということでですね、今日はシーミーということでしたけれど、今日は、この首里の玉うどんの、ね、昇家本家の、シーミーがありましたというのを少し紹介をさせていただきました。
はい、ではですね、ここで、曲を挟んでますので CM に行きたいと思いますけれど、次の曲はですね、ねやっぱりこの入学といえばね、入学といえばとかね、私なんかこの曲入学式の頃ぴったりだなといつも思っております。はい、スマップで、世界に一つだけの花です。見たことない。世界遺産なんですね。結局首里城も首里山もみんな復元だっけ。復元ですよね。そこは復元じゃない。これはもうずっと残ってるんですそうそう、石だから燃えることもないし、戦争でここは砲撃も免れて、少し一部割れたり壊れたりはしてるらしいんだけど、ほぼ無傷だったから。そうですね、1501年。自分は着物ですよ、着物。なんだっけ、喪服持ってないのでフフフ黒い着物。そうですね。ほんとこの時花祭り行ってたから、紫 の、はい、お祝い用の着物を持ってたわけ。だからそのまま行こうかなと思ったけど、いや、お祝い用の着物はちょっと、場違いだし、あとしかも結構行々しいやつだったから、紅葉ででっかいの着るから、それでちょっと目立つし。それこそそこのお坊さんめっちゃびっくりするじゃないですか。そうそうそう、多分その坊さんよりもと同じようなの着てたね。間違えたかなって。怪しいしね、ダブルブッキングだから先生一回ちょっと家帰ってお寺帰って質素のやつ、黒いやつの着替えました。略式のですね、お今朝ですね、
度は行ってみたい神社仏閣。ゴーンと来ました。はい、続いては一度行ってみたい神社仏閣ですが、はい、ほら今はもうちょっとあれかな、あの桜がね、ほら、はい、本土の方に行くと咲いて、ね、今、ね、楽しめるじゃないですか。はい、で、ほら東京とか、まあ、大阪もそうだと思うんですけど、はいはい、桜といえば、はい、ソメイヨシノ、ソメイヨシノですね、じゃないですか、はい、あれって、うん、この桜のこのソメイヨシノっていう名前の由来知ってます、うん、由来まで知らないです。知らないです、はい、奈良県に吉野山っていう、はい、ありますね、吉野桜って、はい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 、がすごい有名、うん、大昔の、ね、うん、この桜のこの名所ですけど、うん、それが東京に染井村っていう村があったらしいんですよ、うん、そこでこの吉野桜のように、はい、この綺麗な花を桜を咲かせたんだったんです、はい、それでこの染井村 の吉野桜、吉野桜、そこからその桜の木を染井吉野と呼んでいると。そこから全国に、そうそうそう、その品種が良かったんでしょうね、うん、それがわーっと全国広まって、うん、ということで今日はですね、はい、そこから、ちょっとこうヒントを得て、はい、吉野桜の本拠地、はい、まあ、吉野ですね、はい、のお寺さんを紹介したいと思います。はい、吉野山というのは、ね、奈良県にありますけど、はい、そこにですね金峯山寺というお寺があります、ね、金峯山寺、はい、ちょっとね、どんな寺と思うんでしょうね、うんうんうん、この金ね、金銀の金に峰と書いて、これで金峯と読むんですよ。金峯とか金峯じゃなくて、はい、でそれに山寺と書くんですけど、それで金峯山寺というお寺さんで、このお寺さんですね、ちょっと変わっていて、修験という山伏、山の中でこう頭になんかこの時金というんですけどね、ああいうのをつけて、こう山の中で修行をする、お坊さんだ、お坊さんというかね、そういった修行をする方たちを、はいはい、修験道というんですけど、うん、その修験道の、まあ、本山がこの金峯山寺と、うん、はい、で本当にこの吉野山の中にあって、もう多分ね、今もうそろそろ散り始めるのかな、うん、なんですけどもね、桜のもう本当桜の中にあって綺麗なお寺さんなんですよ。はい、ちょっと、ね、今日はここ金峯山寺を紹介したいなと思います。はい、ね、もうこの金峯山寺ね、さっきも言いましたけど、もう吉野桜といえばね、うん、もう古くからのもう桜の一大名所ですが、うん、もうね、そこにあってそのお寺もうすんごい古い、もうね、もう7世紀7世紀か、はい、いわゆる白鳳時代、飛鳥白鳳時代だからもう今から1300年ぐらい、そんな前から、はい、にある、ね、この要は霊地、特別な、ね、場所ということで聖域だったと、はい、そこにね、エンヌオズヌというこの一人の修行の人がいて、うん、はい、この人が、ここで修行をして、うん、で、まあ、こうね、この何ていうの、このその外から、ね、うん、上からこう神様、仏様が降りてきて、はいはい、でこの私をここに祀りなさいという、うん、このビビビッと来たらしいんですよ、はい、エンヌさんが。はい、それでこのそこに蔵王権現というこの仏様をこの自ら刻んでこうお祭りして建てられたのがこの金峯山寺ということで、もうね、今から1300年近く前という、はい、それからなんと未だにそこの金峯山寺はこう残っていて、残ってるんですか、そうそうそう、掘ってあるやつも、はい、と思いますね、私もね、掘った、うん、そうそう、掘ったと言ってたんですけどね、はい、でここのね、またね、本尊さん、うん、秘仏と言って普段見れないんですよ、はい、はい、で私もお参り行ったんですけど見てないですね、確かお前立ちと言って、この絵は見れないんですけど、うん、見れないのも見れないんで寂しいじゃないですか、うんうん、なのでお前立ちと言って、うん、こう本尊さんに、はい、全く売り二つのものとか、あとは本尊さんの、はい、例えば5分の1とか、ほうほうほう、2分の1とか、うん、そういったこうで作ったレプリカというか、うん、を普段はそちらをこう置いて、うん、普段はこちら拝んでくださいと、うん、で本尊さんはこの後ろの扉の向こうにいますみたいな、へ、そういうふうに秘仏にすると大体そういうのがよくあるんですよ、うん、それでその秘仏、お前たちはご覧、お参りさせてもらったんですけど、うん、本尊さんは見れなくて、はい、ただ、ね、よかったですよ。それで、ね、たまたま今回その金峯山寺のホームページを見たら、はい、なんと今特別御開帳中、え、
そうなんですか、はい、今なら見れる。そうそうそう、なんかですね、特別に、はい、今なんかこの三内のお寺の中の、はい、仁王門という門をこう修理中で、はあ、その修理するため の、 要は寄付金募集するために、はい、特別にご開帳してますよ。でそれがね3月の31日で、本当もまだ10日くらい前ですね、はいはい、から5月の6日までというか、ゴールデンウィークまでということですね。今しかないですね、はい、この期間なんと特別ご開帳ということで、普段拝めない金峰山寺のご本尊さん蔵王権現さんを、直接見ることができる。本物はどんなんなんでしょうね。行ってみたいですよね。行ってみたいですね。でね、この金峰山寺、私はこの私も修験道とか、はい、山伏の格好をしてね、うん、ほら日渡りの時に、はいはいはい、白い着物着てますね。そうそう、あれが山伏の格好なんですけど、はいはい、そう、あれで私もこの金峰山寺さんとか近くの大峰山っていう山とか、こうお参りをさせていただいて、そう、それで ね、もう今からもう十数年前ですけどね、お参りにしてきたこのお寺さんなんですよ。でね、今回ね、いろいろ調べてびっくりしたのは、やっぱりこの修験っていうのはちょっとね、はい、この扱いが難しくって、お坊さんではないんですよ。ではないんですか。はい、で、普通要はエンヌオズヌさんの考えとしては、はい、お坊さんじゃないとダメじゃなくて、うんうん、山は誰でも受け入れる、うん、だからお坊さんでもいい、お坊さんじゃなくてもいい、うん、修験のこだわるところはそこじゃないと。山と一体化するっていうのが、一つになるっていうのが修験の考え方なので、うんうん、そこに坊さんかどうかっていうのは問題じゃないと。うん、ただやっぱりそういった修行をするっていうことは、はい、ある程度知識がないといけないとか、はい、やっぱりね、まあ、マナーとかそういうのも必要なので、うん、やっぱりまあお坊さんがその修験の道に走る人が多いんですよ。それなんで一応今はお寺っていう名前がついてたりするんですけど、じゃあこの修験の人はお坊さんじゃなくてもいいっていう考え方はちゃんと受け継がれてるから、でちょっとね不思議なんですよ。お坊さんじゃない人もそうそういらっしゃる、いっぱい修行してる、はい、そういうところなんですけど、やっぱそれがなんかね、ほらちょっとこう曖昧というか、うん、なんかほら別に日本の文化って結構その辺ぼやけて、明確に白か黒かじゃなくてもいいと、うん、白と黒の間にも白さんの黒7とか白5の黒5とかあってもいいさっていうのが日本のいろんな文化 の、 この側面なわけですよ。なのでそういうのがこの金峰山寺にもあったんですけど、それがやっぱ明治になって、明治政府がやっぱ修験というのはちょっとまあ怪しいと、変な輩もいると、だからお坊さんでもいいし、お坊さんじゃなくてもいいって言ったらもうね、そのもういろんな人が来ちゃうから、それで一時期禁止されたんですよ。だからもうね、お寺として活動するなってなったわけですか、はい、しかも政府から、もうにっちもさっちもいかないじゃないですか、うん、それで一時期ちょっとお寺さんが衰退したんですけど、まあ、途中から天台宗っていうね宗派の比叡山っていう、ね、うんうん、そこの宗派がこの中に入ってくれて、はい、そこから復興して、で、まあ、昭和かな、途中からはもうしっかりとお寺さんとしてもう復活して、今に至ると。うん、だからもう国でまたね、こう本当に1300年ですから、国宝のね、そうそう、もう門があるとかね、そのもうね、そのもう遠藤図が出てくるとかね、うん、もうすごいんですよ。でね、またここは本当にその山伏ということで、はい、本当に山に入って修行するんですけど、はい、またまたこの山もね、私も言ってましたけど、本当楽しい。結構険しくないですか？あのね、いろんなコースあるんですよ。ああ、そうなんですね。マジパネーコースからもういわゆるハイキングのような、まあ気持ちいいぐらいの、ちょっと弁当そろそろ食べよっかぐらいの和気あいあいコースまで、もういろんなのがあって、そうそう、でやっぱりね、もうこの1300年っていう歴史があるから、やっぱりもう一つじゃなくていろんなルートもあって、でまたこの何ていうんですかね、歩いても例えば A コースってあるとしたら、 A コースもでこうA コースの基本兵なの優しいんですけど、うんうん、ちょっとオプションで、はい、ここ厳しいところありますみたいな、A ダッシュコースみたいなで、厳しいのを行きたい人はじゃあここから左行ってくださいと、いやもうそんなの嫌と、もう優しい方がいいということはそれはまっすぐ行ってくださいとか、そういう風な感じで ね、 面白いですよ、ね、うん、で私前行った時は朝の、何時ですかね、
2時ぐらいに、うん、あの山を出発して、はいはい、でこう山2つ越えて、はい、歩きで、はい、で次その日の夕方の4時ぐらいに次のお寺さんに着くって言って、うん、あれが一番きつかったですけど、きつそう、一日中歩くわけですよ。ただまあ、あのこの道自体は優しいところがほとんどだったので、ね、よかったんですけどね。そうやってね、山はあのいろいろ楽しいですから、ぜひね、皆さんこの奈良県吉野桜のね、超有名なね、日本の桜の多分もう発祥の地ぐらいなんじゃないですかね、桜、お花見とかね、桜、この名所といえば吉野というね、ところに金峯山寺という修験のお寺さんがありますので、ぜひぜひ皆さんね、今なら、秘仏のご本尊さんが5月の6日まで、特別ご開帳で、ご覧になることができるということです。で、なんか調べましたら、朝8時半から4時半まで、大人1000円、中高生800円、小学生600円で、ご覧になることができるということですのでね、よかったらこうゴールデンウィークにね、行ってみてください。はい、はい、ということで、今週もね、いろいろ話させていただきました。また皆さん、来週、さようなら。俺に1秒だ。さようなら、ラグやん、ラグやん。お疲れ様でした。